ワイズ j 十万四千九百十五点五七から五十三万千九百六点一とは、地球から見てほざの方向に、約六点五二降年離れた位置にある、褐色矮星同士の二重星である。名称が長いので通常、ワイズ千四十九から五千三百十九と略される。別名、ルーマン十六あるいは、ラ十六。ワイズ千四十九から五千三百十九は、 地球から約6.52光年離れた位置にある。これは、褐色外星としては地球に最も近い。また恒星を含めると、プロキシマ・ケンタウリの約4.2光年、ケンタウルスザ・アルファ星 A と B の約4.4光年、および単独星のバーナード星の約6.0光年に次いで3番目に近い場所にある、5番目と6番目に近い天体である。この距離は、 年収試さから推定された。試さは約0.5秒角とかなり大きい。また、年間で設計方向に約2.8秒角、積約0.4秒角という非常に大きな固有、運動を持つ。なお、最も近い距離にある単独の褐色矮星は、プック J 十五万 J15649.97 プラス70万2736.0の 約11.1光年である。さらに近い7.3光年の距離には、WISE J85,510.83 から71,442.5が存在するが、これは純褐色矮星である、可能性が高い。WISE 1,049から5,319は、2013年に、ケビン・ルーマンによって発見された。ルーマンは WISE によって2010年1月8日、 同年7月1日に撮影された画像から WISE 1049から5319を発見した。10光年以内に発見された恒星や褐色外星は1948年に発見された類点726から8以来65年ぶりである。WISE 1049から5319は WISE による撮影以前にも DSS、デニス、 にマスによって撮影されていたが、ワイズ1049から5319自体が非常に暗く、また銀画面の方向にあるため背景に多数の明るい光成があり、発見するのは困難であったと推定される。ワイズ1049から5319は両方とも褐色矮星の二重星である。これは地理にある。 ジェミニ天文台のジェニミマルチョーブチェックと分光器によって2013年2月23日に分離された。それ以前に撮影された画像では解像度が低いために分離されることがなかった。ワイズ千1049から5319の2つの天体はそれぞれワイズ千1049から 5319A 及びワイズ千1049から 5319B と呼ばれる。 A と B の等級の差は0.45等級であり、それぞれのスペクトル分類は、A は L7 型から L9 型、B は L 型と T 型の境目に存在する。A のスペクトルは L8 型のニマス J16322911 プラス1904407と比較された。A と B は見かけでは約1.5秒角離れている。 実際には互いに約4億5000万キロメートル離れており、約25年周期で好転していると考えられている。プロキシマケンタウリとケンタウルスザアルファー星は、ミエレン星である説が有力である。仮に重力で結合していない場合、Y ズ1049から5319は4番目に近い場所にあることになる。ケンタウルスザアルファー星 B には2012年に、 太陽系外惑星が一つ発見されたと報告されているが、2015年にはこれを否定する研究結果が報告された。ありがとうございます。